西村拓馬は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。陸大卒で、砲兵科を専攻した。福岡県出身。熊本陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、陸軍士官学校卒業。同期に、松井拓郎、無田口蓮也がいる。軍務局勤務が長く、1933年に5.1号。 事件の軍法会議班主長を務める。1940年にインドシナ派県軍司令官として、普通院に、進駐1941年には、この絵師団長として、マレー作戦に参加。1942年の予備役編入後も、陸軍事政長官として、ビルマシャン州政調長長官などを務めた。1947年に、英軍裁判で、 シンガポール家境粛清事件、1950年に、豪軍裁判で、パリットスロン事件の責任を問われ、1951年豪軍裁判で、死刑判決を受け、マヌストで刑死1947年、シンガポール家境粛清事件で、死後外の相当作戦を指揮したとして、英軍シンガポール裁判で、終身刑の判決を受ける。1950年、 合軍マヌス島裁判で、マレー作戦チュームアルの戦い後のパリッドスロンでの、連合軍捕虜虐殺事件の責任を問われ、死刑判決を受ける。1951年6月11日、マヌス島で処刑。実践の句、攻めに行き詰めに死すのは長田ラム人の隣恨み合わせる。ありがとうございます。